皆さんこんこにちは今回は所沢のタイソンさんの動画「アンディ南野お前の上から目線は何様なんだアンサー出せよなめくじ野郎」というタイトルの動画の内容がすごかったのでご紹介したいと思います。内容といたしましてはアンディ南野さんが所沢のタイソンさんにアンディさんが主催するマネーファイトという格闘技イベントに出場オファーを出したらしくて。 カメラマンとタイソンさんの二人の交通費なども含んだギャラが20万円という金額を提示されたらしくてタイソンさんはそんなに俺は安くないぞということを言っておりましたそしてどうもアンディさんのそのメールの文面もちょっと納得いってなかったらしくてなんかちょっと上から目線のような なんかも文字の書き方をしてきてその辺がちょっと気になってるっていうことをおっしゃっておりましたそしてタイソンさんその動画の5分40秒あたりからアンディさんとブレイキングダウンでやってもいいということもおっしゃっておりましたブレイキングダウンじゃなくても何かの大会で正々堂々やりたいならやってやるよと言っていますもうリングとかにも出ねえって言ってたけどすげえムカついたからアンディだったらやってやるよ というような発言をしておりましたので、もしかしたら、まあ、近々、アンディさんとタイソンさんの試合がどこかしらのイベントで見られるかもしれません。ということで、タイソンさんの動画の URL、コメント欄に貼っておくので、一度確認してみてください。それでは、見ていただき、ありがとうございました。